おはようございます早いですね時刻は今日本時間で5時飛んで9分でございます駒さん小森康則です、えー、今日も産経新聞を買ってまいりました朝早い時間だと産経新聞しかないんですけどどうも私の知りたい統一協会と自民党議員との関係についてはほとんど触れられてほとんどというか全く書いてございませんね えー、ネット記事とか週刊文春とかそういった情報も含めながらですね、えー、報道しない自由ではなくはい知りたいことを、小野さんが知りたいことを知っていって皆さんに、えー、お知らせするという朝刊チェック、今日も早い時間でございますがどうぞアーカイブの方も含めましてお時間の許す限り、えー、ご覧くださいませでは朝刊チェックスタートでーす。 ようこそ天神橋筋商店街天禄天小森スタジオへ、えー、7月の31日今日で7月も終わりでございますね日曜日でございます時刻は午前5時10分を回ったところで、えー、今はまだやっぱり少ないですね、えーえー、49人の方にご覧いただいておりますコモさん小森さん則でございます、えー、昨日実は私大阪市立緑中学校 卒業はしてないんですが、えー、2年生までおりましてそこの同窓会があって行ってきたんですよで30人近い同級生たちが来ておりましたんで今まあラジオもやめて YouTube でこんなことやってるよとでみんな登録してねって言ってたんですがあーどうも登録者数を見ておりますと「うん登録しよう!」って言ってたけど誰も登録してへんみたいですねへへへおーいおーいえー まあ久しぶりに元気な姿を見られたというか,まあだから中学卒業だと15歳ですかその前に14歳の最後のところで神戸に引っ越しておりますんで61歳になってますからもう本当50年近く会うてない人もいたでしょうしまあねおかげさんで私はまあこういうその出る仕事をしてますんで向こうはお子おこもり頑張っとんなと。 もうあいつも年取ったなとお前勝手に同じだでっていうことなんですけど、えー、ですが、うんまあ、何回か追ったことのある人もおりゃということでね、えーであのまあ、もちろんせっかく行ったんで司会をしてたんですけど全員に、まあ、一言喋ってもらおうと思ってチャチャ入れたりしながら先生も三木先生来ていただきましてありがとうございます。あのーで 話をしてたら、まあ、自分の近況を言ったり、あの時にこんなことあったねっていう思い出話をするのと、加えてですね、いや、小森くんって言うとっていう <laughs> そ、そんな話をする子らが何人かおりまして、いや、別に僕のことはええやんと思うんですけど、まあまあまあ、うん、そういうね、えー、同級生の中では、あみんな、まあ、多分注目してくれてたんでしょうから、で、僕が全く覚えてないことで、彼らの 同級生まあ男女ほぼ半々だったんですが、えー、彼ら彼女たちにとってのコモさんの小学生中学生の時の印象、まあ、目立ってましたからそれはやっぱりでかかったんでね、えーえー、そうではあったんですけど例えば言われたんが「小森お前、ま、毎日水筒を持ってきてたよな」って言われて。 いやまあまああ今と違って、ねそんなそのコンビニがあったわけでもないですしんでまあまああ家の家計のことも考えますとそんなねジュース飲んでというわけにはいきませんでしたから確かにまあ麦茶作ったやつそれもやかんで作ったやつですね今みたいにポンと水の中にバッグ入れたらそれでできるというんじゃなくて、え。ー えー、麦汁を入れて、ね、かんで炊いて、それを冷やしてっていう麦茶を確かまあそう言われてみりゃ、まあ、だからやっぱりまあ1 7 0ンチぐらいあって、半ズボン履いて、黄色い帽子かぶって、ランドセルしょって、で水筒を持って、それを水筒から麦茶をごくごく飲んでる姿っていうのは異様だったのかもしれないですね。えー、あと、これも全然僕実は覚えてなかったんですけど。 中学1年生の時宮本先生という英語の先生があ、まあ、受け持ちでもあったんですけど、えー、その英語の試験でまあ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 駒さんね、えー、頭良かったですからああいやいやあのー、なんかね0点やったんですってでそれはなんで0点を英語のテストで取ったのかっていうと、えー、1, 1年3組やったと思うのになんやったかな、えー、とその 名前を書いてなかったと出席番号も名前も何も書いてなかったんで、でそもうその回答がどうであろうが、うん、0点だったらしくてで、僕がその0点の英語の試験を返されて、あのもう、仲間んばかりに先生に抗議してたっていうことがあったよねって言われて、僕、ほんまに全く覚えてないんですよ。 はあ、いやもうもうもう細かく泣きそうになってたで言うて抗議してで、まあ、先生が「いやまああの頃はそんなもう名前が書いてへん」とかまあそりゃまあ考えれば45人おって44人みんな名前書いてたら「残りはお前やろ」とか、まあ、筆跡見たら分かるやろっちゃ話なんですけどまあそれは駄目ですっていうので宮本先生に「0点」っていう答案をもらっても、えー、さんはあもう泣きそうになりながら先生に抗議してたそうです。 全然覚えてないですねだから児童会のこれは小学校すみれ小学校の方ですけどあのー、会長ね児童会の会長の選挙に立候補した時に言った僕の、あのー、演説の内容を覚えてる子とか <laughs> へえあそうですかうん。 いやまあまああ、ね、もう会う,もうたらあの時に戻りますし、えー、一緒に遊んだことものある人もりいたずらした人もありゃいろいろなんですけど、まあ、そのうちの一人がた、えーまあ、多分ほんまに50年ぶりに会ったんだと思うんですよ。いや実はあ俺は俺会社を潰したと ね、で億単位のお金をね、えー、で迷惑かけたとで思ってて、ね、同窓会なんてもう来られへんとずっと思ってたやけど今回お前が来るって言うから聞いたから来たんやとなんで,でかって言ったらあそうやって会社潰して落ち込んでた時に、えー、最初分からへんかったんやけど小森が朝のラジオをやり始めてであいつ頑張っとんなと毎朝毎朝頑張っていろいろ喋っとんなとああ 俺も頑張ろうと思っったんやってだから今今やり直して、うん、会社は潰したということはあったけど今頑張ってんねんそれって今頑張れてんのはお前が朝毎朝頑張ってたからやねんって言われてなんかジーンと来ていや別に、まあ、そ,そこまで僕そんな皆さんの人生に影響を与えるような大層な人間じゃない、まあ、た体でかいですけどえー、あ 同級生からもまあということは同級生でない人たちからもいわゆるてんこ盛りファミリーって僕はまあ言ってましたけどあもうそんなんでもあの家庭統一教会とかってもう言ってほしくないんですがあそういう皆さんにあ元気とか頑張ろうって思う気持ちになってもらってたんやったら嬉しいなと思ってはい。 なので、えー、駒さん、今日もちょっと朝早いのは、ちょっとしば,しばかりの用事がございますんで、えー、早いかなかのですけど、頑張ってお話ししていこうと思います。えー、統一教会のことについても、産経新聞読んでも全く書いてないんですけどね、うんこんなんみんな今知りたいのはそこですから、えー、やってまいります。今日も 提供はカトリックアシア教会にお願いをいたしましたが、えー、昨日もお話ししましたが、そのアシアのカトリック教会だけではなくてですね、アシアキリスト教協議会というところがございます。CCA といいまして、こちらのパンフレットがございます。8月6日、えー、昨日リハーサルに行ってまいりました。8月の6日の土曜日ですね、アシアの市役所の前で、まあ、みんなで歌うとたり、ね、平和なことを。 考えるみんなで誓いを立てる日にしましょうというイベントが行われましてでその後カトリックアシア教会に場所を移しまして、まあ、平和の集いというので朗読劇を聞いていただいたりというのがございます、まあ、コロナの関係もあるんで皆さんどうぞふるってお越しくださいというわけにもいかんのですけど関係者の方に来ていただくのとあと、えー、ライブ配信がございますんで、えー、とこの「 アシアキリスト教協議会というところのホームページから見ていただきましたら私が担当するカトリック・会社協会でのイベントについてはまた改めてご紹介をさせていただきますのでぜひそんな銭もうけとか政治的な何とかをやるためのそういうところにも「教会」なんていう言葉は使ってほしくないわけですけれど。 まあ、同じキリスト教の中でもそれぞれ違う活動をされているところでありますが8月6日という日本にとって特別な日に平和のことを考える手を合わせるそういう,うイベントをやり,やりはりますのでぜひ皆さん参加したり、えー、視聴したりしていただければというふうに思いますそんないろんなあ人や団体に支えていただきましての今日が303回目の朝刊チェックでございますでは わざとはい、産経新聞に準拠するような形でヘッドラインをお聞きいただきまして私なりの考え方をお伝えをいたします日本国中だけではなくはい、海外からも見ていますよという声が今日はチャットで届いておりますありがとうございますでは長官チェックヘッドラインです産経新聞の一面トップ日米両政府は外務経済担当閣僚による 経済版2プラス2の初会合をワシントンで開き中国の台頭を抑えるため日米が次世代半導体の開発を加速することで一致しました東京オリンピック組織委員会の高橋理事の会社に紳士服の青木から4500万円がコンサルタント料名目で流れていた問題で青木の青木会長が高橋理事に面会していたことが分かりました そりゃそうやろうというくだらん内容のリーク記事です日刊現代は9月27日の安倍元総理国葬の仕切りをしているのが電通であると大きく報じております日本維新の会は昨日大阪の党本部で臨時党大会を開き松井代表の辞任を了承し承認し 初めての代表選挙を8月27日に行うことを決めましたまた、あまあ、多分馬場さんになるんやろうなあと,あというのは独り言ですまた維新の13人の議員が統一協会と関係があったことも小さく発表しております兵庫医科大学が中国の大学と共同運営していた 中,中医薬講師学院が2月末で閉鎖されていたことが分かりました表向きは協定期間の終了ですがこの講師学院は中国のスパイ機関だと指摘する声もあり国内外で閉鎖が相次いでいます新型コロナウイルス新規感染者数4日連続で20万人を超え医療機関はパンク状態 コモさん調べで街中にいて救急車と出会う頻度が確実に増えています徳島の阿波おどり実行委員会は昨日3年ぶりに今年は屋外で観客ありで踊ると決めました8月の11日から15日です阪神タイガースは昨夜もヤクルトに快勝貯金を2としゲーム差もわずか9ゲーム差に迫っています 高校野球大阪府予選大阪桐蔭が履正社に7対0で勝って甲子園への切符を手にしました最寄り駅である学研都市線の隅野堂駅から阪神電車に乗り換えて甲子園までは550円となっています以上、駒さんがお送りしております長官チェック7月31日ヘッドラインでした。 時刻は5時22分でございます、えー、真面目にやっているようでくすっと笑っていただけるようにと思ってヘッドラインちょっと工夫をしております、えー、今日も産経新聞どういうわけか、まあ、大阪市内この天狼界隈の配達状況で言いますとファミマもセブンイレブンも一番早いのが産経新聞でございました、えー、産経しか手に入らんのでちょっと連日産経になっておりますうん まあ毎日新聞の松井さんから言わせると、そんなもん産経新聞なんか新聞やないと、全国紙やないというふうに言って、確かに記者の顔色を見ると、顔色悪い人多いなみたいなところはございますが、産経さんは産経なりにえ頑張ってあります。中国ののの危機を煽りえそししてえ自民党政権ととといいいいううがかかに素晴らしいのかということを おそして安倍さんという人はいかに素晴らしい人であったのかとこんな時期にあやこうやというやつらなんて許せないという論調が産経新聞でございます日米両政府は外務・経済担当閣僚による日米経済政策協議委員会経済版2プラス2の初会合をワシントンで開きました。 えまああの見出しは次世代半導体を開発っていうんでなんかまあこれでわくわくしたりとかよし、中国やっつけたるでっていうところにまであの思考がジャンプする人はそんなにいないと思うんですけど一応、骨子がありますんでこれを読んでおきます自由主義のルールに基づいて経済、秩序、形成を主導していくことを確認日米が主導していくのであると中国を抑え込もうという話ですね。 半導体など重要物資のサプライチェーン強化や先端技術の共同開発経済的威圧への対抗など4本柱の行動計画を協議して実施すると中国にすべて牛耳られたんではあかんということを言っている次世代半導体の協力体制を拡充レアアースなど重要鉱物の供給網を構築で財政支援を含む協力の重要性を確認これも 中国の思うように、それを主導で世界が動いてはならないという、日米というか、アメリカの言ってることに、日本もはいはいと言っている、そんな感じ。先端技術の輸出管理についても継続して対策を講じる、つまり、重要な技術であったり、物資が中国にだだ漏れになることはしませんとこうということ。 エネルギーや食料の価格が高騰していることに懸念を表明、まあ、懸念を表明して値段が下がるんでありゃしていただきたいですけれども、まあ、それで下がるもんではもちろんございませんが、これが骨子として挙げられております。つまりま、やっぱり中国がどんどん台頭してきていることについて、えー、これではあかんと、まあ、かつて力を持ってた人たちが言っていると。まあ、そうですね。 えまあもっともなことでもありますしうん中国万歳でやっていったらええとも別に僕は思わないですがあ力を失いつつあるテレビ局や新聞といういわゆる旧体制のマスコミが YouTube はこういうことがあかんとか TikTok はなんて所詮とかえ言ってるような感じにも見えますね。YouTube が別に中国ででという意味ではなくって 要は力を失っていっている勢力、権力があ、あがきながら、うん、断末魔の声を上げながらというふうにも見て取れたりはしますね。いや、それが、それをいいひ,ひと僕は別に思わないですけれどもね、うん。時刻は5時27分です。そして今日もまた その新婦の青木と東京オリンピック組織委員会の高橋理事の関係について大きく報じているんですね。でまあうんまあこう本間の検察の意図というのはどこにあるのかよく分からんのですけどいずれにしてもまあ僕はまあ毎朝言ってるようにそんなに興味ないんです。うん、いやなし公務員に 金が流れるということが収賄単純収賄なのか受託収賄なのか受託収賄の方が罪が重いっていうことも分かっていますしえ電通あるいは元電通である高橋っていう人のやっている商売とかやり方っていうのが決して褒められたものではないであろうとは思いますけれどそれは金も出すんやったら青木さん会いに行きますって話ですよねえ当たり前の話ですわな。 頼ませて言うでしょうという話ですからそれを連日ちょっとずつ昨日も言いましたがリークされて今日のネタはこれです今日のネタはこれですねだってうん今日、ほんまに呼んだら面白いですようん。青木ホールディングスの青木前会長が部下の幹部社員と共にそら部下の幹部社員も行くでしょうそら1人で行くわけじゃないでしょう運転手さんもついてくるでしょう。 まあ中居は入らへんにしてもオリンピック組織委員会の高橋理事が経営に関与する飲食店を訪れああ飲食店の方で行ったんですか、うん、まあそら単なる会議室とかじゃなくてそらそうでもそうでしょう、うん、高橋理事と面会していたことが30日関係者への取材で分かったって <laughs> はあそらそうでしょう だ、まあまあ、からそ,そのバックに受託収賄につながるような何らかのやり取りがあったのかどうかっていうことが捜査のポイントやつな分かってますよ分かってますけどもそんなことぐらいさすがの私も分かってますけどもなんか鬼の首取ったみたいに面会していたことが分かった、ええ、飲食店で <laughs> そら合うやろっちゅう話でさそら飯も飯も食ったり酒もまあ酒飲みはんのかどうか知りませんけど。 そりゃするやろうっていうだけの話ですよね。<laughs> そんなことにこんなに,こんなに紙面をもう取るんだったら僕の知りたい,い120円しか払ってませんけど僕の知りたい統一教会と自民党の関係のことについて書いてくれよと思うんですけど書かない書かない自由が産経新聞にはある他の新聞にもある、うん、そこを保管しようとするともう週刊誌とかにネットのニュースとかに 頼らざるを得ない、うん、今もう上官チェックは非常に危機を迎えております。皆さんの知りたい、私の知りたい、私が伝えたいことが新聞を読んでも載っていないという、新聞はあくまで載さないんだという強い意志を表している。うんまあ、逆にね、それはもう概要欄のところにも書きましたが、これだけほんまに問題やのに。 問題ないことを問題やって言ってるようにまあまあそういう言い方をする右の人もいますけど問題ですよ、どう考えたってその問題なのに問題なのっていうことを一切 NHK のニュースにしてもまあ一切というかほとんど報じないという報道の自由を彼らが満喫しているということはいかにこの国が特定の勢力に救われているのかということそしてまたそれはもちろんじゃあ統一教会だけかというと他の宗教団体であったり また言ってしまった、はいえー、そういったところ、政治利権の中枢に入り込んで、世の中の仕組みすら変えて、自分たちのぬれてに、まあもしこれ、ほんまに検察が今回のこのね、えー、電通が許せないと思って、まあ、一つの過程ですけどねで、本気でそれをやろうとしてて、で安倍さんという応募も,も取れたって。 ところでですよ動いていってで例えばまあじゃあパソナーとね電通と、ね、オリンピックで言ったら1日の日当が35万円やとか80万円やとかねいやそら、うん、そらコモさん一回公演来てもらったらさ35万ぐらいは払わなあかんでしょうし橋本徹さんやったらさ200万か300万出さなあきませんからそらね、うんえー そういう意味での日当というか報酬で言って1回あたりそれはダウンタウン読んだらテレビでやったら営業はせえへんでしょうけど営業もし読んだらねパチンコ屋さんのコマーシャルに使おうと思ったらそれはすごい金額が動きますからそうはそうですけど普通に働いてる人の日当が35万とかものによっては80万とかあったらしいですよででそれでねまあさあ普通 パソナーとかやったら30万の給料の人を30万もらったら20万にして10万は自分だからがポッポないないしはるのがビジネスモデルじゃないですか。ねで僕はもうそんなんパソナーがなくなってそういう会社,そうう会社がそういう商売をできひんようにして本人に30万入るっていうのが僕は日本を良くすることだと思ってるんですけど働き方の自由職業選択の自由アハ,ハハンはまあそれはそれでいいんですけど。 でもまあまあそれでもまあ、例えば3割あったりするじゃないですか。それはまあ、だって当たり前ですよね。何言ったって、それはね、あらりの3割はそこらなかったら、やっていけませんから。ね、コマさんだって商売するときはいろいろありますけど、それはそれぐらい求めますよ。でもね、そ80万とかね、35万とかの日当のやつでね、パスなんか何本抜いてたと思います。本人に言ってたのって、1万2千円ですよ。 請求書35万とか80万とかや出しといて、本人に行くのが1万2千円。まあ、それ時給1200円で10時間働いたら1万2千円になりますから、まあ、8時間だとして、ね、1500円とか1800円とか、まあ、そのぐらいの仕事はさありません、プログラマーでも何でも。で、1日行ったら1万2千円。でも請求書は35万とか80万とか。もう吉本興業がないて悔しがる抜き方ですよね。へえ。 さすがの吉本も、そら、まあそら、500円玉1個しかもらわれへんような若手の芸人さんたち知ってますよ。ね、で、まあそれでも営業で行ったらそらね、ね五5万、10万は吉本は取ってるでしょうけれど、それにしても、あ似たようなもんか。あ、そっか、パソナと吉本は似たようなもんか。今の比率で言ったら。うん。ねえ。 すごいっすなあ。何、うん、の話でしたっけああそうそうだから、まあ、そこまでそういったことこまで本気で検察がやっていってはるんやったらええー、なあとは、うん、思うんですけど。うん、5時34分。はいえー、日本維新の会は 大阪が党本部ですまあでもいずれやっぱり全国政党ってなると大阪の本社のところが東京本社と両本社になり実質は東京の本社の方が力を持ち大阪は、うん、形だけみたいな会社いっぱいありますけどまあまあ、うん、東京に本部を置くことになるんですかねこれから。ただ ちょっとまあ自民党なんかと違うのは国会議員で県会議員、市会議員みたいなことで同じ議員でバッチつけててもうん違ってまさか自民党でね自民党の村会議員でございます総裁選挙に出ますっていうことは <laughs> まあ考えられないですけど維新の場合は松井さんが辞めますと、まあ、これはもう前から言ってありましたからで辞める、うんえー、まあ辞めるたところでいろいろやっぱり うん、安倍さんが今、総括されているように松井さんという人の総括もまあ必要だとは思うんで、そのへんは週刊誌にぜひ期待したいところではありますけど、まあ、やめますと、でまあ、頑固な人やからやめるって言ったらやめるでしょうと、でまあ、やめることが承認されましたで、えー、初めての代表選挙が来月に行われると、でまあ、自民党なんかとは違う、まあ、それは当たり前の話でいいんですけど、うん、ので、えーでまあ、言うたって、もともとが、 国会議員が維新が偉くて、えー、それでその名前で地方の議員をやらせてあげてるわっていうようなことじゃなくて大阪の地域政党としての大阪の維新の会があって、えー、大阪ではもう圧倒的な強さを持ってて幕島でも何でも作るぞと、えー、反対の書面持ってきたかと知るけっていう今あ飛ぶ鳥を落とす勢いの維新なわけでありまして、えー、でーその人らからしたらお前らそのことがあって国会議員にならしもて,てんねんから。 あ組織の上営は俺らがやるんやっていう人もおりゃみたいなところでちょっと、うん、よその政党とは違う趣があるとは言うもののまあ多分立候補ほかの人も証明してはりますけどね、えーでまあ、僕には投票の権利もありませんしする気もありませんけどまあ馬場さんになりはるんでしょうね、まあ、僕もあのもうお会いというかまあまあ別に特に 何かの関係があるわけじゃないですがお会いはしたことはありますしその秘書の方ともねお話ししたこともありますけれど、うん、あまあまあまあそういう意味では茶番なんかなという感じもしつつですねでその維新が5時37分13人の議員が統一教会と関係があったと、まあ、自己申告なので もっとあるのかもしれないしその関わりについてもほんまのことを言っているのかは分からないですが小さく藤田幹事長は昨日の記者会見で統一協会平世界平和統一家庭連合との関わりを調べた結果党で調べた結果自身を含む自分も含む所属国会議員13人が関連団体のイベントに出席するなど何らかの接点があったと接点という言い方をします。うんで この記事では62人の国会議員を対象に調査をしていたということしか書いてなくてえいわゆるその問題になるような深い関係はなかったとお金のやり取りとかそんなもなかったみたいなことをもうまで確か言ってるんですけど産経新聞はそこすらカットして短いえベタ記事でしか書いておりませんでまあ,まあ身を切る改革というのが本間かどうかは別としてえ自民党のうん議員たちと比べたら 頑張ってやってますよというアピールをする意味ではです、ね、この代表選挙をやりますということと同時に調べたら、13人が関係があったけど、そんな問題はありませんと先に言っちゃうというのは、維新らしいというかあの、やり方は上手やなと、うん、は思いますやっぱり維新ってやり方上手ですからね、その上手なでやる内容がいいかどうかは別問題として、うん、自民党が知らず存ぜるんで。 やったり開き直ったりしているところからすると、うんまあ、それは確かにそこは一種の評価に値するのかもしれないですけどね。で、えーまあ、私はやっぱり毎朝今あ政治家と統一教会の関係についてあるいは宗教とかそういうロビー団体との関係についてっていうのを、まあ、清算できるとは思わないですけど清算できるとは思わないですけどあかん関係についてはやっぱりここであかんということを みんなが知ってそれが選挙の結果であったりとか党内人事であったりとかに反映していかないとあかんと僕は思っているんで、えー、書かない自由の新聞を目を皿のようにして読ん見てですね、えー、どっかに糸口がないかと思っているわけでありますが。 まあ僕の好きな内田達先生あの政治的な主義主張のところではまあ僕よりもわあ左行ってはんなあと思うところももちろんあったりはしますしでもまあ僕の持っていない知性で物事を見張ったりしてああなるほどと思っている人です皆さんにもあのラジオの時にもですね僕お声がけさせていただいてまあ 一時お金がないことからですね来てもらえない時期もあってまた復活も何でかしらんけどしたけどまた結局お金ないんで来てもらえなくなって、えー、というような、まあ、僕は、まあ、最終的には個人的なあちょっとした、うん、お付き合いをさせていただいているという方でございます、うんまあ、内田達郎が何を言ってるのかということについてはあの、うん、来産する人も,もう、えー なんじゃあいつはっていう人も両方ある。まあ、そういう先生がそれすら楽しんでるみたいなところがある人だから、そういうスタンスが僕は好きなんですけど。えー、今回の自民党と統一教会、まあ、他にもありますけど、圧倒的に力を持っている政党として、そして人数的に自民党が多いという意味合いで言っています。そこを突っかかってこられても私は知りません。内田達先生の 昨日朝8時3分の、えー、ツイートです自民党と統一協会のと癒着している事実統一協会が反社会的カルトである事実はどちらも否定できません、まあ、もうここから突っかかってくる人はいるでしょうが、まあ、あの表現はともかくとしておおむね僕はそうだとほら思っていますで今回のつい連続ツイートは大事なのはそれをどうごまかしていく言ってるかということを 内田先生がしてるところですね、A、最初はこの南極を乗り切るため南極っていうのはまあまあ自分らのやった自業自得のことなんですが自民党の議員たちはこの南極を乗り切るため最初はそんな団体だとは知らなかったとバカのふりをする戦術を採用しましたそんな団体だとは知らなかったとうんヤクザとは知らなかったとねっ 反社会的団体だとは思いませんでした、あんなに黒ず,ずくめの人たちが集まっていて、サングラスかけた人もい,やい,やいて、日の丸かかってて、片、えー、も拳銃も持ってはりましたけど、役だとは知りませんでしたという、まあ、そういうことですよね、例えば、うん。ところが、その言い訳として、バカのふりをする戦術を取ったんだけど、そんなバカが議員であっていいのかという批判が出てきたと。 そそもそも本間は統一教会と関係してその意に組んだようなことを政策をねじ曲げたりとかしてることが問題なわけですけどバカのふりをしたところそんなバカが議員でいいのかというツッコミがあったと仕方がないので次に言い訳結局本質をつかれて言い訳で逃げようとする人は まあ不倫のこととかでもそうですがありがちなことでありましてそこは私最初に認めるということを皆さんにお勧めしている自分もやってきたのはその通りでございます逃げると嘘が嘘を呼ぶ言い訳が言い訳を呼んで死に滅裂になっていくという例えです最初はそんな団体やとは知らなかったとバカのふりをしましたがそんなバカでいいのかお前はみんな知っとるぞと突っ込まれたところで統一教会がそういう組織であることは一通り知っていましたが 距離を置いて儀礼的にだけ関わっていたのですと。選挙なんだから、そらもう手伝ってもらったらありがたいですし、いや、そらただ単にあの祝電を送ってくれと言われたんで、えー、そらあの、うん、世界平和というのは私もなるほどなと思っておりますんで、みたいなことですね。儀礼的にのみに関わっていたと嘘をつきました。いや、言い訳をしました。しかし、儀式満面、はい。 もう満面気でと先生は書いてますねおべんちゃらを言っている、もうこの方に、えー、このお母様に、マザーに、えー、カーネーションをお渡しします、もう空、そら、晴らしい、この教えで、私もって言って、言っている、うわーって盛り上がっている、放送席、放送席、ヒーローインタビューです、うわーってなるような、そんなところで、おべんちゃらを言っている映像が、音声がどんどんと出てまいりました。 すると儀礼的だということが嘘であるのは分かりますよねで、仕方がないのでツイートの3つ目うるさいなお前世の中ちゃんそういうもんあるお前キレイと言うのやないぞと開き直る人が出てきましたこれは自民党としての組織的戦術ではなくはい、そういうやからがやからとして言っちゃったしろかお前って言っちゃってで、袋叩きにあっています ででで今そこままつつ目目したで次4つ目言い訳というのはどれほど筋違いでも最初の言い訳を維持でも言い続けるとそれが呪文のようにして機能し始めるもんですが今言ったようにどんどんとその場しのぎでえ言ってることを変えてきております全部思いつきで言ってるんですと本当は関係があるけどそこから逃れるために思いつきで言ってるんですということが今こうバレていく。 プロセスを今フローチャートでご説明しているわけですがうんなので僕は世間のことには疎いんですと最初に言ったら最後までそれで押し通すべきであってでそれは実は本当に戦術面で言うと悪いやり方ではない実は人々がそれを忘れていったりするんでで次の選挙をしたらそれをそこでまた勝ちますから 勝ち合ったら選挙というみそぎが済んだんですということで一旦チャラになっていくという便利な便利な仕組みですねうんそれだったらいいですよね裏浮気にしても横領にしても選挙というものがあって収賄にしてもそれでみそぎが済んでるんですと言って堂々とまたああ VV ブイブイやられるとしたらそんな結構な人生はないわけでありましてえー 自分で作った背負うべき十字架は一生ついて回るのが普通の人なんですが自民党の先生方はそうではないというお話ですね。うん <laughs> なんかやっぱり内田先生らしい書き方をしてて面白いなと思いました。時分さて、えー、兵庫医科大学の中国の大学との共同運営の講師学院というのが、まあ、2月で終わっていましたと。でまあ、この講師学院については えーまあ、産経新聞なんかはよく書いてましたけど朝日新聞なんかではあまり読まない記事ですが中国がスパイ輸う活動をしていると審判の人間を集めてとかっていうようなことであ、まあ、表向きはその共同研究しましょうとあるいはまあ親善深めましょうまあ、そのこと自体は僕は否定はしませんし、えー、それが中国であろうが韓国であろうが、えー、一部の ラジオ出演者なんかがくしぎだなく罵る対象であろうが僕はまあそこに友達もいますし別にそこの歯にトラップにかかったわけでもお金をいただいているわけでもないですけど基本あの国家レベルの話と対立と個人的なつながりというのは分けて考えるべきだと思っておりますんでしかしまあ孔子学院にそういう中国共産党政府の息のかかった 思いいがあるだろうというとのはまあまあそれはまあそうなんだろうなとも思いますしで2月28日で終わってるということをあえて今こう高らかに書いてきているっていうことの意味合いは産経新聞は何を言いたいのかっていうと、まあ、一面に 2プラス2で日米中国に対抗して次の半導体を作っていきましょうってかパッとそれだけ聞いてみんなおおすごいなって全然思えへんと思うんですけどえやっぱり中国って怖いなと津軽海峡も危機が高まってますよと別の日に大きく書いておりましたけどそういうキャンペーンをやってえー外に敵を作るっていうのは確かにまああの今中国との関係台湾海峡も含めてですねえ全く問題ないとは全然思わないですけど一般論として 外に危機を煽るというのは、よほどうちに隠したいことがあるっていうことですよね。えー、それはもう、歴史を見ればわかる話でありまして、えー、俺の目は、そんな節穴じゃないぞ、ということは、言っといてやりたいですけどね。五時四十八分です。 ちょっと駆け足になります新型コロナウイルス4日連続20万人超えです医療機関は本当に麻痺状態もう2類を5類とかって言わずに、まあ、5類はインフルエンザですけども普通の風邪扱いにしろということを言う人もいますうんですね、えー、まあもちろん、うん、高齢者を中心に、えー、重症化する人も いてはってっそれをかまへんねんと社会的には自由をすべきだということを言いたいわけじゃないですけどもうこれまでこの,この20万って言ったんってもう実数じゃないですからねえー、えー、まあみんなの感覚みんなの感覚で言うと、うん、あの高齢者のお外出自粛みたいなことも呼びかけられておりますがまあそういうわけにもいかんしなというところじゃないですかね、うん、で、えー、徳島ですが 阿波おりは外でやるということです、まあ、そう,そうですね、まあ、外ですしね、えーあの、人数はちょっと減らしてって、まあ、人数をちょっと減らすっていうことを75%にすることが、ほんまに感染を拡大を防ぐためにどんだけ意味があるのかってうのはからないですけど、まあ、たびたび言っておりますが、それぞれがそれぞれで、えー、あの気をつけましょうと、あとは、うん、免疫を高めましょうと、疲れないようにしましょうと。 疲れを回復しておきましょうと。小野さんはあアルコール消毒をちゃんと適度にしましょうと。友達とおうたり、先輩と会ったり、ね、お世話になっている人と楽しい時間も過ごしながら、そしてたまには芝刈りもしながら、本日行ってまいります。はい免疫力を高めようと思います。皆さんも免疫が高まることをやりましょう。別に変な薬を売ったりはしませんので、どうぞご自身でやってくださいませ。阪神タイガース、5時50分。うん 好調でございます。いいですね、ヤクルトに勝ちました、貯金を2としまして、ゲーム差もわずかもう9ですよね、1桁になりました、えー。5連勝です。残り47試合ございます、えー。47試合ですので、47連勝したとしまして、52連勝ということになりますと、今シーズン終わって95勝46敗2引き分け、勝率6割7分4厘でぶっちぎりの優勝ということになっております。そして、高校野球、6時51分。 すごいですね、大阪桐蔭、今年シーズン当初の阪神と大阪桐蔭だったら、絶対大阪桐蔭が勝てたと思うんですけど、今はまあね、阪神も大阪桐蔭に対して五分五分の試合がなんとかできるようになってきたんじゃないかなとは思いますが、なんと7試合やってですよ、7試合やって、54得点で失点がわずか1ですよ。 取られれた点数1点数ななんですすってそら優勝しますわな <laughs> それはもう永田高校行かんでよかったでもほんまってま,あ、まあさ冗談で言ってますけど行ってほしかったですけどもうそ,んなもうそんな大阪桐蔭なんかが出てくる甲子園になんて行ったらものならもうボコボコにされて帰ってきますからねもう校庭の,その隅に呼び出されるんじゃなくてもう,そのもう真ん中で朝礼台の前でボコボコにされるわけですからねもうそあもう怖い怖いもう甲子園なんて怖いですわもうほんまにね。 すごいチームですなあほんまに。はい。以上、長官ジャックヘッドラインについてお話ししてまいりました。5時52分。さて、えっ、ー、と、甲子園といえば夏でございます。夏といえば暑いですね。暑いといえば涼しい方がいいですね。涼しい方がいいといえば北海道ですね。北海道といえば、今最も注目されているホットな場所が北見でございます。北見といえば、はい。 コモさんと行行く大人の修学旅ででございいますすはい、こちらです北海道北見に来てみそだね魚介とホルモンもぐもぐ大育の3日間、えー、もういよいよ1ヶ月になろうとしております9月の2日から4日までなんですねはいこの3日間金土日ですから金曜だけ有給取ってくださいとお願いをしております、えー、30席用意をしておりましてで えと今24まで昨日の段階で来てたんかな、はい、なんですけどちょっと皆さんまだ迷ってらっしゃる方あると思うんですよ。でそんな方にこちらあそんな方だけじゃないです参加する方に、えー、今回新しい あの私から私に何ができるかと IAC トラベルの今ろさんが一生懸命頑張ってくれてはるんで僕自身、まあ、一緒に下見に行ってあやこや意見は言いましたけど僕自身が何かを一生懸命動いてるわけじゃないんでどうしようかなと思って来ていただく方にも申し訳ないなと思って今こういう <laughs> 僕にできること、はい、レーザープリンターで、えー、レーザー光線でこう焼いていくんですけどあのまあ てんこ盛りスタジオのこういうね、えー、コースターを作ったりとか、そんなんもして、販売もしてるんですけど、えー、ストラップを、はい、この、はい、色 <laughs> のついた紐も買ってまいりましてで、てんこ盛りスタジオのロゴと、でこちらに1回ごと、はい、くもさんとゆこうと7小学校の時には、参加した人にだけ、だから、これ、連続して参加していただくと、これがどんどん溜まっていくという。 まるでで通行手形みたいな感じですね、はい、こういうことを、まあ、僕にできることとしてさせていただこうと思いますが、えー、と実はピーチ航空で行きますでピーチの方にも予約がどんどん入っていってましてそつまりそれは僕らのツアー30席用意してもらってるんですけど、えー、ピーチはさんはピーチさんで売ってはるんでその予約もあるんで、えー、人数決めてくださいということになりました。はいなので えすみませんがまあまあ明日までっていうとちょっとあれなんで9月の4日までの3日間やるんでその1ヶ月前8月4日8月4日の段階で締め切らせていただきますでもう何人になりましたって言ってピーチさんにこの人数であとまあ僕と今広さん行きますからお客さんの数が今24人なんですけどこの人数で行きますんでっていうことを確定させますんですいません悩,悩んではる方今ならまだ間に合います。 今ならまだ間に合って IAC トラベル今日はお休みですが、えー、インターネットからで i a c e o m さんというので検索していただきますと注文のできる申し込みのできるページに飛べますので、えー、すんませんがちょっとあおるようですけど、あのー、決めてください。 で今回わかんわっていう方はまた次当然考えてはいるんですけどでいろんなとこ行こうと思ってはおりますがあるいは日帰りで楽しめるようなことも8月の21日に考えてはいますけどこの北見のツアーにつきましては申し訳ないですが8月の4日に締め切りとさせていただきますので、えー、行きたいというふうに思っている方はもう忘れずに。 えー、申し込んでくださいああそんな言うてる間にいつかなと思ったということにならないようにぜひお願いをいたしますコモさんの作りましたあのストラップを皆さんに当日お渡しをしようというふうに思っておりますツアーの詳しい内容については IAC トラベルのホームページをご覧くださいませ、えー、そしてもう一つあのお肉お,おかげさまで今これでもう2日ぐらいになりますが、えー、どんどんと注文が入っておりまして決して 安いものではないんですけど最高級の牛ですね最優秀賞を取りました牛のいろんな部位をもう1頭買いですから希少な部位も含めまして皆さんにお送りしようというので、えー、てんこ盛りスタジオのネットショップ がございますそちらの方でぜひお求めくださいませ、えー、今日またあ今日までに入っている注文はですね、えー、丸福さんの方に回しますのでその注文に応じてさばいていただいて皆さんのとにクール便でお届けをいたしますどうぞよろしくお願いをいたしますこのようにして商売をさせていただきながらあ私のこのしゃべること私のこの感性というものを皆さんにい 聞いていただくと召し上がっていただくとその両輪あって初めて成り立ちますのでどうぞよろしくお願いをいたしますでは今朝の一枚であ今朝の一言ですね今朝の一言と今朝の一枚でお別れでございますでは、うんえー、今日はね産経新聞のね 書評欄に出ていたこの言葉を取り上げます皆さんはどう思われますかねはい今朝の一言でございます「科学は月を証明できるのか」ベン「勉公演」えー「ブックフェンズデーを早く復活させないといかんのですけどね、えー、ホットハンドついてる」 まあ手が熱くなっているホットハンドというそうです英語でええついてるわーっていうありますよね皆さんもこの時ついてたっていうあるいはまあ逆に言うとつきがないなーと一生懸命頑張ってるけどっていうそんな感覚的にはあるいは自分の経験としてはついてた時があったな何,な何やってもうまいこと言ったみたいな時それって一体サイエンスとしてはどういう状況なんですか っていうことホットハンドということについてさまざまな論文があるそうです。ええー。まあ僕はギャンブルは基本嫌いですからや,やらないわけじゃないですよ嫌いですから。でもまあついてる時ときついてへんときとってありますよね。まあ投資をギャンブルとして考えていいのかどうかは別として、まあ、そういうこともあったりめっちゃついてるわ。うわこの土地買うたらわあすぐ上がったみたいな。まあでもそれ調子に乗ってたらすぐまた。 調子に乗ってたらあかんっていうところについては実感、皆さんそれぞれされると思うんですけど、まあ、科学的にどのように月というものを分析するのかという本なんですよ。えー、白洋舎2970円ですが、多分分厚い本だと思います。すいませんが、どなたかまた私の代わりに読んでいいただけますでしょうか。なかなか面白いと思いません、ね、これねええー ありがとうございます。あコモさん、ついてるのかな、今。ごめんなさい。えつさん、なんと今までで一番多いんじゃないですかね。1万円ものスパチャをいただいております。ありがとうございます。びっくりしました。はい。コモさん、今、ホットハンドになり始めてるのかもしれません。科学的に言うとどうなのか。 また本読んだらご紹介をさせていただこうと思いますちょっと興味ありませんか産経新聞の書評欄から読みました時刻は6時になっていますでは今朝の1枚でございますアンテリジャンがお送りする今朝の1枚今月から毎月お一人の方にですね、えー、フォトブック券をプレゼントをさせていただくということになっておりますさあ,さあ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 これまで ツイッターあるいはあうんとインスタグラムですねどんな写真があったんかなと思われるかもしれませんねえその中から私が選びますこれっていうのを今日ご紹介いたしましょう今朝の一枚ですはいこれインスタのページであいつもありがとうございますこれんえー、ござ だけですかいろんな写真をね、皆さん送っていただいておりまして、アップしていただきまして、ありがとうございます、虹の写真ってなかなかね、えー、きれいに写すことって難しいんですけどね、お花の写真、動物の写真、景色、ああ、食べ物ね、えー、いろいろといただきましたが、さあ、そんな中から私が今朝の1枚、7月月刊賞としてお送りするのがこちらです。はい <laughs> 家のお風呂の前に女湯というのれんをかけたらちょっとめっちゃドキドキしますっていうこの感覚私大好きでございます自宅の浴室に続く廊下にかけましたというこの写真を2022年7月度のアンテリジャンショーフォトブックのプレゼントにさせていただきますありがとうございますおめでとうございます で、えー、っと、すみません。 あの皆さん、これ、それぞれのハンドルとかのアカウントの名前なんで、私、住所も電話番号も,もうこちら、把握できておりませんのですいませんが、インフォアットマークてんこもり .com、今、この女優をですね投稿された方、こちらの方にてんこもりスタジオのホームページの方から、ですね私ですと、住所ここですというふうに送ってきてくださいませ、アンテリジャンから1万3000円税抜きかな、1万4300円だったかな。はい のいたしますがフォトブックをプレゼントいたします件えフォトブック券を7月のプレゼントをさせていただきます明日以降は8月の扱いということになりますがどうぞハッシュタグてんこもりをつけて、えー、じゃあハッシュタグ長官チェックとつけて投稿をしてくださいませよろしくお願いいたしますでは今日すいませんこの後あ急いで、えー、ちょっと行ってまいりますんではいこの辺で失礼をいたしますアフタートークはございませんでは また明日です。いいんじゃん、チョキポチッと高評価は忘れずにお願いいたします。行ってきまーす。